ピッツバーグはアメリカ海軍の重巡洋艦。ボルチモア級重巡洋艦の五番艦。艦名はペンシルベニア州ピッツバーグにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。当初の艦名はオールバニーと予定されていた。ピッツバーグは1943年2月3日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社で寄港し、 1944年2月22日に、コーネリアス・ディースカリー夫人によって、浸水。1944年10月10日に、ボストン海軍交渉で、ジョン・イ・ギングリッチ艦長の指揮下収益する。ピッツバーグは、東海岸沿い及び、カリブ海で訓練を行い、1945年1月13日に、ボストンを出港し太平洋での任務に向かう。 パナマに寄港し、ハワイで最終の砲撃訓練を行った後、2月13日に、うるしい干渉で、第58任務部隊に合流。ピッツバーグは、航空母艦歴新東を中心とする、第58.2任務軍に配属された。配属後最初の任務は、伊欧島攻撃で、上陸した部隊に対する支援砲撃を行った。その後2月下旬には東京を呼び、 南西諸島方面を空襲した空母部隊のナオエを務め、作戦艦水後補給のために、ウルシー白地に戻る。3月14日に再出撃、九州南部を空襲する、フランクリンタの空母部隊のナオエに着く。3月19日、特攻機の突入で大破したフランクリンを救援。落水者救助に当たり、その後フランクリンを栄光して、ウルシー白地に帰還する。 3月末からは沖縄戦に参加し、引き続き空母部隊の護衛を務める。6月4日、沖縄南東の太平洋上で任務中だった第38任務部隊はコニー台風に遭遇。ピッツバーグは艦首部およそ104フィートが切断、脱落する損害を受ける。幸運なことに、本館ではこの台風での死傷者は発生しなかったものの、 艦隊全体では、死者6名、150機以上の航空機が使用不能となった。艦首を切断したピッツバーグは、応急修理の後わずか6ノットの低速で、グアムに、飛隊、さらに6月24日グアムから、ピュージェットサウンド海軍交渉に向け出航した。7月16日に到着したが、この修理中に戦争は終結し、予備艦に指定された。 1951年、朝鮮戦争の勃発によって現役に復帰。パナマウンがグアンタナムを経由してノーフォークに移り、第6艦隊に配備されて地中海に展開した。1953年と1954年にはインド洋に進出する演習も行っている。1954年7月29日、セントローレンス川で、 衝突事故を起こし喫水船より上に発行するが、ほどなく、修理は完了し任務に戻った。この修理の完了後、第一次台湾海峡危機への対処のために第七、艦隊に配属され、横須賀を母港とする。海峡危機が九百五十五年二月の第一島撤退作戦によって終結すると本土に戻り、九百五十六年八月二十八日付で、 予備役官に編入。ブレマートンで保管される。その後1973年に除籍され、翌年オレゴン州ポートランドで解体された。ピッツバーグは第二次世界大戦中の選考で2つの従軍政賞を受賞した。ありがとうございます。